どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、やってまいりました。キヨキヨがですね、実況しながらクラン戦を攻めていくコーナーでございます。いつものことながら声がですね震えてる感じ伝わるでしょうか。やばいです。今回はここを攻めていきたいと思います。今回は端からですねアーチャークイーンを処理しつつ、ここの面を取っていけたらなと思います。そして多分サイドに流れるんですよ、多分ペッカとかゴーレムとかが。なのでそのゴーレムとかを利用してパーセントも稼ぎやすいかなと思います。そして私ガーゴイルを一応積んでいるんですけれども、まあ取れそうですね。なんか申請が結構来てますね。ちょっと後で待ってください。手がマジ震えてる。心臓の鼓動わかりますかね。今マイクをちょっと心臓に当てたんですけども、いきます。では早速このまあちょっと編成まず見ますか。編成はこんな感じになっております。ゴーレー5、そしてネクマン2、ペッカ1、ウィザード6、そして援軍に、ウィザードが7体かな入っております。では早速いきたいと思います。まずは偵察から。いやもう手が本当に触れてる。いきたいと思います。攻撃、よしよしよし、いくぞ。まずはゴーレムを出してですね、ここでウォールブレイカーできっちりと穴を開けていきたい。よし、そしたらゴーレムを広めに出して、ウィザードでサイドカットをしつつ、ネクマン、そして援軍、ババキン、アーチャークイーン、ペッカーを出します。そしてここでも打っておきたい。援軍が出てきているのでライトニングで処理します。さあよし、いいぞ。きついか。おっと待って、ゴーレムが、ゴーレムがきついか。いやいけるな、いやいける。またアーチャークイーンゲーだ。アーチャークイーン頼む頼む、破壊してくれ頼む。いけるべ。オッケー。そしてパーセント稼ぎ、どうせいいんだ、ここだな。よし、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、落ち着いていけ落ち着け。これで頼む、ガーゴイル頼む。これで空軍を攻撃できるユニットいないよ。やばい、いける。おっしゃ、オッケー、アーチャーオッケー頼む。ここでいけるべ。46 47 49、頼む頼む頼む、ガチで頼む。おーい、おっしゃー、おし、おっしゃ、あぶねー、あぶねー、よかった、あぶねー、あぶねー、おし、おし、おし、よかったよかったよか、あーなってる。あぶねーあぶねーあぶねー、あぶねー、ちょっと待って、マジかマジか。え、ちょっと今待って、最後どうなったのかわからない。最後どうなったの、ちょいいっすか見て。すいません。まずゴーレムで穴を開けて、ウォールブレーカーで穴を開けた。ここでゴーレムを出した。そしてウィザードでサイドカットしつつ、ネクマン、そしてババキン、援軍、アーチャークイーン出していって、ここで援軍が出てきているんですけれども、ジャンプを打ってちゃんとライトニングで援軍処理と。さあここで相当左に逸れていますけれども、ここでそうですね、ここでやっぱりサイドに流れてくれてますね。 あまだ声が震えている、もう手もめっちゃ震えている。ここでですね 33%。 さあここでですね、アーチャークイーンのここでレイジをかけたのも、正解でしたね、確実に。はい、そして破壊できてですね、この時点で 40%、 この時点41。さあここで早めに出しておいてよかった、やはりガーゴイルを。やはりこう
ここのガーゴイルがウィズ島のですね、その射程に入っているんですよね。ここでゴーレムさんが攻撃を受けていてくれたので、このガーゴイルがですね、長めにここで 45%、 そして1つ破壊して46 47ですよね。他に攻撃しているユニットがいるのかいないのか、ん、ここで3体いますよね、ガーゴイル、そしてアーチャーが1体。ここで破壊した 49%。 ここの大工の小屋をくしゃみが、ここで、うわ、ええ、ちょ、もう一回いいですか。え、どういうこと、待って、何が起こってんの、な、何が起こってんの、なかなか、そう、よしよし、これで、これで行きます。20分だけ、10、9、8、7、さあ、あと大工の小屋1つ、4、3、2、あ、3、2、あ、ゴーレ、ん？ガーゴイルが死んでいるんだ、最後に。いやー、すごい。ということで、クラッシュオブクラン実況、キヨキヨのですね、動画、タンホール10からですね、ゴレゴで星2を取れました。ということで、ご視聴ありがとうございました。